こんにちは。Amazon 室サポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリア Amazon ア室サポート。まあ、そのサポート内容を説明します。私は3種類のサポートを提供しています。一つは、オーストラリア Amazon ア室個別フルサポート。これは月会費3万円。初回費用は55万円です。二つ目は、オーストラリア Amazon ア室チャットワークサポート。 これ、月会費が1万1000円、初回費用が28万円です。3つ目が、オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。こちらは月会費が5500円、初回費用は2万9800円です。まあ、今回、ねえー、募集しているのは、この、オーストラリアアマゾン室個別フルサポート。一番人気のプランになります。まあ、商品探しをね、 え、重点的に教えてますんで、まあ、非常に成果が出やすいサポートコースになってます。パソコン音痴。英語アレルギーの初心者でも稼げるようにサポートしています。例えば、パソコン音痴でメールに画像を添付することができなかった。英語アレルギーでアルファベットが記号にしか見えなかった。儲かる商品探し、何から手をつければいいのかさっぱり検討がつかず、渡航にくれていた。 こんな状態からでも半年で独立企業も可能な輸出ビジネススキルを身につ、身につけることが可能です。身につけたね、輸出ビジネススキル。まあ、どれぐらいの売上を上げてるか。まあこれはアメリカアマゾンの1ヶ月の売上を報告してもらいました。まあ今からね、新規でアメリカアマゾンに参入しても稼ぐのはなかなか厳しいんですけど、まあ以前からやってる会員さんはもう順調に稼いでます。 ま、今回募集してるのはね、オーストラリアアマゾンなんで、まあ、オーストラリア,アマゾン、アマゾンと違ってね、あの、アメリカアマゾンと違って、まあ、ほとんどライバルがいないんで、今から覚えれば、まあ、この、ま、先輩方の、オース、アメリカアマゾン、あるいはそれ以上に稼げるチャンスがあります。アメリカアマゾンの1ヶ月の売上30日で34,454ドル。ね、約380万円ぐらい。 かける入するをすすとと年間だだ4000万円を超えていますでだいまたい利益率が30%ぐらいなんで、まあ、年収でいくと1300万前後という感じですね、まあ、その他月間22,157ドル年商2,950万円14,167ドル年商1,890万円1539ドル年商1,400万円 6,828ドル、減少900万円と。短期間で、ここまで成果が上がるビジネスは、アマゾン輸出以外にありません。私がどんなサポートをして、半年でここまで稼げるようにしているのか、そのサポート方法です。まず、週3回、月水金サポートメールマガを配信しています。アマゾンでは、システム変更やポリシー変更が頻繁にあります。 昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変更することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。このメルマガの内容なんですけど、サポート種類によって配信内容は異なります。1番、オーストラリアアマゾイ質個別フルサポート。 まあ今回のサポートプランでは、個別サポートはマニュアルを配信しません。マニュアルを見て自分で何をやるか決めるんではなく、何をやったらいいでしょう。あるいはね、これをどうしましょうというふうにね、報告や質問をしていただいて、私がやるべき課題を出して、まあ、質問や報告とアドバイスのキャッチボールをしながらサポートをしていきます。ですからね、何をしなきゃいけないか分かんなくて混乱しちゃうとか、そういうことがありません。 二つ目、オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。まあ、こちらはマニュアルをメルマガで配信します。そして質問はメルマガで配信した内容に限らず疑問をチャットワークで質問できます。三つ目、オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。こちらはマニュアルをメルマガで配信します。質問や回答動画のリクエストができるのはメルマガで配信した内容と翻訳だけです。次に、 オーストラリアアマゾン室のサポートサイトがあります。それから、チャットワーク。これが回数無制限でついています。こちらのチャットワークのサポート、サポート内容によって配信内容が異なります。配信内容とかサポート内容が異なります。1番、オーストラリアアマゾン室個別フルサポート。こちらは質問内容に制限はありません。2つ、 オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。質問内容は個別の商品相談を除きます。個別の商品については NG 商品か NG 商品ではないかだけお答えします。3つ目。オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。マニュアルをメルマガで配信します。質問やリクエストできるのはメルマガで配信した内容と翻訳だけです。ですんで、この2番と1番の違い。 個別の商品相談が今回のフルサポートにはついていると。個別のフルス、えっ、ー、と、相談ってどういうことかというと、まあ、例えばもう商品そのものを何を買ったらいいんだかわかんないと。ね、どっから手をつけたらいいんだかわかんないという場合はね、スカイプやチャットワークでやり取りをして、まあ、近所にあるお店、あるいはね、えー、行ける範囲に行動範囲にあるお店、えー、過去の経験から、まあ、 人より少し目利きができる可能性が高い商品。そういったのをね、探して、じゃあこう言って何分ぐらい探しましょうとか、いうかなり細かいサポートをしてます。さらに見つけてきた商品、この商品をいくらで売ればいいのか、あるいは仕入れ先ここでいいのか、そういうもう本当に一個一個の商品を えー、細かくサポートしてますんで、慣れるまでは、そんな形でね、もう全部何から何まで相談していただければ、えー、迷いなく儲かる商品が見つかるところまでサポートしています。これが、あの、個別フルサポートの一番の売りです。まあ、ほとんどね、苦労する方やっぱり、 商品探しで苦労してますんで、まあ、この商品探しがね、えー、報告してれば、えー、悩まず、えー、解決して商品が見つかるというのはね、まあ、非常に大きな、えー、メリットかなというふうに考えられます。そして、スカイプサポート。これ月2回、1回45分、えー、予約制です。これは、えー、オーストラリアアマゾン室個別フルサポート。今回のプランのみのサポート内容です。まあ、それで、 サポートする内容なんですけど、まずは銀行口座を作ります、ね。もう自分で調べる必要ありません。あの、何から何まで聞いていただければ OK です。えー、銀行口座作ります。そして2番目にアカウント登録。もうこちらもね、1回しかやらないことなんで、もう自分で調べたりそんな時間の無駄ですから、わ、えー、からなかったら、えー、全部聞いてください。で、マニュアルないと言ったんですけど、この部分の解説したマニュアルをね、えー、まずじゃあ、 お送りして、まあそれをやってもらうとか、アカウント登録のマニュアルをお送りしてそれをやってもらうとか、いう形で進めていきます。でただ、ね、あのー、マニュアル、まあほ、ほとんどの場合動画がセットになってるんですけど、まあ、動画見りゃわかることを質問してくる人とかたくさんいます。全く問題ないです。 あの動画見るの苦手でね、もう画面移り変わりをこう、画面キャプチャー取って質問しながら進めたいと。まあ、それでも全然 OK です。やりやすいようにやって、えー、いただいてサポートをしています。それから、ね、先ほど言いました、オーストラリアアマゾンで販売する商品探し。ここが一番のポイントです。チャットワークで何度質問してもらっても構いません。スカイプまたは電話であなたにあった商品探しのアドバイスをします。商品が見つかるまで、 親切丁寧にサポートします。また、見つけた商品に個別にコメントをします。どういう商品が儲けやすいのか、どういう商品は扱わない方がいいのか、それらについてもアドバイスします。まあ、扱えない商品、扱わない方がいい商品、いろいろあります。NG 商品。ね。で、この NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品。これは郵便局が 輸送を受け付けてくれなくて輸出荷できない。つまり運べない商品。そして、オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない。あるいは、オーストラリア国内で販売できないオーストラリア国内事情による NG 商品。三つ目が、a m a z o NG n 商品。輸送や、オーストラリア国内での販売も問題ないが、Amazon が販売を禁止している商品。これらの NG 商品は、 今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのに、いつの間にか OK になる商品もあります。私のもとには、これらの情報が集まりますので、変化があり次第、会員の皆様にお知らせしています。ですからね、変化がありますんで、前聞いたのをまた聞くと、もう何回聞くんですかというのもね、全然 OK です。ね、迷ったら聞いてください。あるいは確認のために聞いてください。それから、 購入者からの問い合わせに対する対応。これね。まあ、日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。もう具体的にはね、英語のメールが送られてきたらそれをコピペしてもらうか、画面キャプチャーを貼ってチャットワークで質問してください。変に翻訳して自力で返事したりするとね、あの、翻訳の精度が悪くて、 え、質問と逆の答えをしちゃったり、あるいはね、え、日本的には常識で非常に合ってる完璧な対応をしたつもりでも、Amazon とか海外の常識から考えるとまずいことやっちゃったな、ということがありますんで、特にね、え、顧客に良かれ、よかれと思ってやったことが、Amazon によってそれはね、あの、顧客の良いレビューをもらうやらせなんじゃないかというふうに疑われて、アカウントがサスペンドされたり、削除されたりする例があります。まあ、そんなことにならないように。 もうね、あの、英語の質問来たらもう全部丸投げでコピペ、あるいは画面キャプチャーで質問してもらっちゃった方がいいです。まあそんな形で、ここまで丁寧なサポートをするから、初心者でも稼げるようになります。それが今回募集しているオーストラリアアマゾン輸出、個別フルサポートサービスです。まあ無事、1回目の FB 納品した後の感想をいただきました。 今までヘンテコな教材し、教材を買った経験があるから、まあ、私の教材の新切がよくわかると、ありがとうございましたと、要領礼をいただいて、そして、ね、えー、こういろいろ発想方法やら何やら聞いて、で、無事発想できまして、ね、えー、私がいなかったら発想できませんでした。ありがとうございますというね、えー、嬉しいお褒めの言葉をいただいてます。私は初心者でも、 稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています Amazon がオーストラリアで Amazon プライムを開始しました日本に住んでいるあなたにオーストラリア Amazon ア副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます